こんにちは、東北きりたんと申します。まだまだクソ寒い日々です。早く梅とか桜とか見たいです。おや、なんだか大きな緑発見。トゲトゲしてます。何でしょうかこれは。少し調べてみましょう。ポチポチ、ふむふむ。なるほど。どうやらこれは黒ガラシというようです。黒ガラシはアブラナ科アブラナ属。カラシナのようなカラシの一種ですね。以前もこの近くでカラシナを取りました。ちらし寿司、うまかったな。カラシナとは種類的にご近所さん。アブラナ科は交雑しやすいらしいです。簡単な見分け方としては、名前の通り、種の黒さが特徴。香辛料でたまにある黒い粒マスタード、あれが黒ガラシです。もう一つの特徴としては、草丈がとても大きく、2メートルぐらいになることも。でかすぎ、わろた。葉は、そのままでは、辛みが強く食えませんが、ちゃんと熱すれば食えるとのこと。よっしゃ。というわけで、今回も少しばかり摘んできちゃいました。でへへへ。からしの仲間なだけあって、葉もスパイシーで、フレッシュな香りがします。もう、うまそう。そして、今回のお供です。ハツがスーパーで安売りしてました。コリコリ、うめえんだ、好きなんだ。それに、安いし。今回は、この2つで、シンプルに炒め物を作ろうと思います。まずは、油を引いて、ハツさんへ。音や。続いて、からしなさん。そい。そいそい。そいそいそい。量がやべえ。酒、醤油。ちなみに本当はちゃんと湯がいて水にさらした方がいいです。胃が弱い人だとお腹壊すかもです。水分飛んで良い感じ。しんなりしたので完成です。分量はこんな感じでした。では早速いただきます。思った以上にピリッとします。クレソンや大根と同じアブラナ科なので味はそのあたりに近いです。大根の葉にクレソンの辛みが加わっている感じです。そして、その味の通り、肉にめちゃめちゃ合います。油っぽいものでもさっぱり食える。まだまだ寒いですが、皆さんも、この時期に、川辺で、からしなや黒がらし、探してみては。では、ごちそうさまでした。終わりに、野草ブログの宣伝です。動画では伝えきれなかった私の野草への好奇心を発散する場です。具体的には採取ポイント、栄養素、他のおすすめレシピ、文化との関わりなど、今週の野草さんの内容も更新しているので、興味のある方は少しだけでも見てくれると嬉しいです。ほんと、めちゃめちゃ嬉しいです。URL は説明欄に載せておきますね。以上、宣伝タイムでした。それと、今回の野草さんで面白いと思ってくれた方は、ぜひ、チャンネル登録、いいねをお願いします。では、またどこかで。